6月11日公開、劇場版ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー、このベジータ様も見てきてやったぞ。最速上映ってやつでな、完全に戦闘力を消していたからな、誰にも見つかることなく鑑賞することができた。まあ、前作ドラゴンボールスーパーブロリーを見て、まあ、はっきり言ってこの俺はもうあれを超える出来の映画はないんじゃないかと思っていたが、今回かなりブロリーにも匹敵するぐらいいい出来だったな。まあ正直 3DCG ってのに、まあ、若干の不安はあったが、むしろ良かったんじゃないか。バトルにも迫力が増したように思えるな。そしてまあ俺やカカロットがあまり活躍しなそうだったところにも不安はあったが、まあ、むしろ他の地球のやつらにスポットが当たってよかったかもしれんな。まさか俺たちがいない間にあんなことがあったとはな。まさかブルマのやつが俺の知らんとこでドラゴンボールを使ってプチ整形を繰り返していたとはな。どうりで俺たちのように見た目が若々しいはずだ。あと尻がちょっとキュッと上がってたはずだ。まあ、そんなことはどうでもいい。今やドラゴンボールよりセンズの方が貴重な時代だからな。それはビビったぜ。まあ、今回俺やカカロットがいないことでメインとなったのはピッコロとゴハンが、まさかここに来てナメック星人がメインになるとはな。まあ、ピッコの野郎もかなり見せ場があったが、ついに奴の新形態オレンジピッコとか言ったか、名前がダサい。そんなオレンジじゃなかったしな。あとまあ見た目もちょっとな、正直かっこよくはなかったな。しかもあのままでかくなるから俺はもうスラッグかと思ったぜ。あと俺が気に入らんのはドラゴンボールの力で強くなるってとこだ。グラノラか。ご飯にあーだこうだ苦言を言ってた割には自分はドラゴンボールの力で強くなるとはな。この俺のように外部の力やそのドラゴンボールだそういったもので強くならんで、自分の修行そして自分の力だけでパワーアップしてほしいもんだったな。あとシェンロン、ピッコロにペコペコするな。そしておまけするな。おまけってなんだ。そしてカカロットのガキ孫悟飯か。まあ俺は前からやつの実力は高く見ていたがな、今回とうとう殻を破ってあれにはビビった。新形態だ。なんだあれは。あの身勝手でもゴッドでもないあの感じ、まあ、一瞬ドラゴンボールレジェンドのシャロットかと思ったかな。あれはなんだ。まあそのうちゲームかなんかで名称もわかるだろうがな。まあ俺が名付けるならアルティメット2、もしくはまあちょっと流行りにあやかって新アルティメットご飯とでも言うか。あれにはビビったな。しかも最後のフィニッシュブロー、まさかのカカロットのカメハメハではなくピッコロのメガンコザ、まさかご飯のやつが打てるとはな。まあ別に俺もその気になったら打てるんだがな。まあ、あれには俺の隣で見てた、俺に気づかずに普通に見ていた一般の女もこう相当食らってやがったな。まああれには俺もビビったぜ。そして今回の敵だ。まあ、まず、まあ、敵と言っていいのかどうか知らんが、レッドリボンの人造人間ガンマ1号2号、まあ正直あいつの前座かと思いきや、まあ相当序盤から見せ場もあり、あとキャラもかなり立っていてよかったんじゃないか。ああ俺は思わずマモのやつに LINE しちまったからな。2号よかったぞってな。どっちかというと1号より2号の方が今後レギュラーとして残ってほしい感はあったが、まあそこはいいだろう。同じ人造人間でも14号とはえらい違いだぜ。そして今回のシークレットにされていた大ボス、まあ一部では予想していたやつもいると思うが、セル、しかもセルマックス、なんだマックスってのは。まさかあんなやつが復活するとはな。しかも全くセリフがないというな。ただただブロリー以上に叫んでるだけっていうな。もうバイオブロリー状態か。あれには俺もビビったぜ。しかもあの後な、ちょっと俺的には一旦完全体みたいにシュッとなると思いきやならず、あのでかい状態のまま破れ去るというな。
もう少しちょっとこう知性を得るのを俺は見てみたかった気もするが、あとこれフリーザが言ってたんだが、途中でご飯のやつが先頭一つも落としただろ、あれが伏線になってあれを食ってセルがこう完全体とかになるのかと思いきやならず、特に伏線もなかったということだ。まあそしてなんといっても今回この俺だ。まあメインは奴らの戦いだったが、裏では俺もカカロットと戦って、そしてついにカカロットに勝ったぞ。こんなに嬉しいことはない。まあ次回の主役はおそらく完全に俺だろうからな、そっちの方も楽しみにしてやがれ。まあ今回の劇場版もそうだが、このドラゴンボールという作品も俺たちサイヤ人のように日々進化し新しくなっていくわけだ。だから貴様らもくだらんこだわりをして、まあ、Z 以外認めんとか原作以外は見ないとかいうそういうこだわりを捨て、ぜひとも新しいものを受け入れ楽しむがいい。そして何度でも劇場に足を運び、その目に焼き付けるがいい。じゃあな。